バゾス川はスペイン・カタルーニャ州を流れて地中海に注ぐ河川。全長 17.7km、流域面積 1038.31 平方キロメートル。地中海岸の河川特有の特徴を持っており、流量は季節によってとても不規則である。河口バルセロナ市街地における河口一支流のクンゴスト川バゾス川の流域面積は1038平方キロメートルであり、地中海とカタルーニャ海岸山脈に囲まれている。プラダラカルマやタガマネント、ムンセニー山地の山々、すなわち村や、ムンカウ、ティビダボーナド山とリュレンクダムントの山々、クルセローラ山地、クリドールなどがある。バリエス・ウリアンタルに橋を発し、バルセロナ都市圏の北側を流れ、サントアドリアーダ・バゾスで地中海に注いでいる。バゾス川の支流は非対称の流域を形成しており、本流の左岸からはムジェント川が、右岸からはテネス川、カルデス川、リポイ川が合流する。本流と支流すべてを合わせた長さは 530km である。流域は典型的な地中海の河川であり、乾季には川口部で2立方メートル、秒と流量が著しく少なくなるが、秋季の嵐の際には、その1000倍以上もの水量となる。バゾス川の流域は山地に囲まれている。バルセロナとビッグを結んでいる鉄道路線、高速道路の C-17 号線や A-7 号線など、いくつかの鉄道路線や高速道路は、バゾス川に沿って走っている。バゾス川は、カタルーニャ州で、最も流域人口が多い河川であり、支流を含めた流域には200万人以上が暮らしている。バゾス川を航行することはできないが、カタルーニャ地方の沿岸部と内陸部を結ぶ存在であり、また、バルセロナ周辺の作物の灌漑に使用されている。10世紀には、レックコンタルと呼ばれる運河が建設され、ムンカーダ・イラシャックで取水されたバゾス川の水が運河を通じて、バルセロナの街の内部にも流れた。1960年代までの流域では農業活動が支配的であり、利用可能な土地の大部分を占めていた。1970年代と1980年代には人口の急増や工業化を経験し、ヨーロッパで最も汚染が深刻な河川の一つとして有名になった。化学、冶金、プラスティック、皮革、繊維、建築材料、製紙、食品など流域には様々な産業があり、約1万の事業所が河川汚染の潜在的要因となっている。1990年代中頃以降には状況が改善されている。2004年には開催された都市再開発に関する第1回世界文化フォーラムはサンタ・クローマダ・グラマネーとサント・アドリアーダ・バゾスの間にあるバゾスリバーパークが会場の一つとなった。バゾス川には5本の主要な支流がある。ありがとうございます。